はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ソーブレイズを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず目を斜めに落として、でグイッと上げていきます。で兜が来るので、ここちょっと落としていって、でここもグイーンと上げていきます。で目は前をちょっと出して、で斜めに落として、でグイーッと上げていきます。で瞳を描いて、でハイライトをちょっと尖らせて、こっからボーンと光を出していきます。で顔の輪郭をここから斜めに、これはもうちょっと人間の顔に近いですね。で斜めに上げていって、で目の縁取りをするような形でグイッと上げていきます。でまたちょっと下に出して、では顎ですね。でグッと上げていって、でここ兜の後ろからちょっと斜めに出して、ビュインと上げていきます。でこっちもちょっと落として、ビュインと上げていきます。で兜はまず前をカクカクカクッと落として、でもうちょっと斜めに落として、でここグイッと上げていきます。でこれはこうつながっていって、でここまたちょっと直線でつながってくるので、ここですね、この面を意識して、でここで斜めに落とします。ここライン入れないですけど、こうですね。でこれがこっちにつながってきて、でまあ、カブトが割れてきてるようなイメージですかね。でここに模様が入ります。三角に開けて、で結局ここ繋がってるんですよね。繋いじゃってもいいんですけど、どうせ黒くなるから、描きにくい人は繋いでもいいと思います。でここちょっとビュッと倒して、で光ってると思います。でここは繋がってます。でまたここに黒の亀裂が入るので、でここもここに面ができるので、そこを意識してちょっとピッと上げます。でここはここもこの面とこっちの面が2つできる感じですね。でこれはこうつながってきて、なのでここはつながってる感じです。でここもこういう面ができますね。でまた飾りを、でこれもここですね、つながってますね。こうで、でこうこう、ここに亀裂が入ってるだけで全部つながってます。でここまた厚みができて、でこれもこうつながってますね。でこっち側もキュッと出していきます。で後ろがちょっと丸くくるくるくるっと出ていって、ここ間飛ばして、くるくるくる、でこっちの頭の後ろから出ていく炎を描いていきます。でちょっとボワーンとさせて、でボワーンと、でここちょっとポコーっとさせて、もうちょっとクリップします。まず体は首がこう出ていて、ここちょっとこのパーツですね。でここちょっとグイッと上げて、こっちは首。でここちょっととんがらせて、もう一個とんがらせます。で左肩のパーツをグイーンと上げて、ちょっと硬そうな感じですね。でカクカクッと落としていって、でここ真ん中にラインを入れます。でこっちもっとカクッとして、パーツですね。で袖みたいな形でちょっととんがらせて、で腕
腕が出ていって、で、ここから手の剣のパーツを描いていきます。で、ピッと直線で落として、で、ちょっと線は飛ばしながらいきますか、こうつながっていきますね。で、真ん中に一本ピリッと走らせて、で、これを縁取りするようなイメージで、横に伸ばして、で、平行に。で、描く。描く。で、こっちへっこめます。で、ここは左右対称になるんですが、角度がついてるので、この右側がほとんど見えないっていう感じになります。今度一緒なんですけど、あとはここから出ていく炎を、こう、ここちょっと斧みたいにピッと、でギーンと狭めて、でこれも左右対称なんですけど角度がつくからこっちの方がちっちゃいっていう感じです。でギーン、なので大体これ高さとか全部揃えます。こことかね、こことこことかですね。で、剣先をクリーン。で、甲冑は胸の部分がちょっと出てきて、で、ここ胸のちょっと凹凸です。で、ここに青いラインを入れます。で、斜めに落として、で、また斜めに落として、二重にします。で、反対側からも降りていく。で、こうちょっとひし形にしてスーッと出します。で、ここポコッとちょっと出して、で、股の部分に伸びてくるんですね。で、三角に上げて、で、これ真ん中からスーッと下ろしてきて、ここにちょっと厚みをつけます。で、この背中から、カク。カクっと置いてて、ソーブレーザーめっちゃ腰が細いです。ここ腰。もう腰がすごい細い。で、足の部分に続くパーツです。ビーンと落として。で、ちょっと太ももも。で、ここから足が出ていきます。足も結構細めに描きますけど、で、反対側の足はこのほぼ腰の股のこの鎧のところを沿う形で、で、足の前に。で、ブーツがかなり変わった形をしてて、まず真ん中をこうグーンと上げていきます。これはこのラ足のラインに沿う形ですね。で、左右をちょっとポコッとさせて落としていきます。で、真ん中にまたラインをスーッと落としていって、で、こっちもちょっとポッと出ていって、で、すぼめていきます。で、ここは膝ですね。膝下がすごい短い感じ。で、ちょっとここで、こっちもここ、これは大体左右で位置揃えます。で、足先はちょっと三角に一歩一歩一歩書いて、で、この真ん中のラインからスーッと。で、反対側もピーンと落としていって、で、これが真ん中のラインに続いていきます。で、斜めに落として、ここすぼめていって、でこうちょっとまたポコッとさせて、こっちもポコッとですね。で、スーッと、で、右
方が、角度ついてるんでこっちもあんまり見えないんですけど、こっちのこのパーツですね。で、腕。で、ここから剣パーツを描いていきます。これ上の面が見えてるってことかな。縦に落として、入れる。またちょっと出して、スーッとで剣先。で、こっち側もやっぱり角度がついてるので、ここで左右対称になるように。で、厚みをつけていく。真ん中から。で、こっちも炎を出していきます。ここを斧に対して、ぐりん。で、こっちは角度がついてるので、ほとんどないんですけど、ぐりん。こっちも検索、ぐりんと書いて。まず目を薄紅色で塗っていきます。あとこの光ってる部分ですね。で、こっちを紫で塗っていきます。この、ここの面と、で、ここですね。これはこう一直線につながっていくんですけど、ここにこうラインが入る形で、ここまでが丸型です。で、これも上もこの辺り。こうですね。で、ここも紫で塗っていきます。で、この下をちょっとこういう面に塗ります。こっちの面はこれ、影になるので、こういうです。で、こっちを塗っていきます。この胸の下のところが影になって、濃くて、なのでここはかなり濃いめに。もう一番薄く。で、右肩も下の部分が一番濃い部分になります。で、腰もこの辺りまで濃く。で、ここが一番さらにめちゃくちゃ濃い。肩の影が落ちるからです。で、この下に落ちていくパーツも右半分、私たちから見て左半分を濃くします。影のつく部分を意識して、そこを一番濃く塗って、で、その、それ以外はちょっと薄めに塗るっていう感じですね、全体的に。左肩も、上から光が当たってるので、下に影が落ちるっていう感じです。で、あと奥のパーツもやっぱり影が落ちるので濃くなります。
で、剣になっていくパーツのところも立体感を凹凸を意識して影を落としていきます。立体のどの面に影ができるのかっていうのを考えるようにするといいと思います。で、こっち側がより影になるので、さらに1段階こい。ここはさらに1段階落としていきます。左足のここですね、ここが一番顔のこの辺りまで水色で塗っていきます。でここですね、影が降りるので、この後ろのパーツとあとこのラインも見せられるので、でこの腰のところですね、
で、ここのラインのところも後ろだけと。で、これ炎なんですが、先端の方をちょっと薄く薄紅色で塗って、これちょっとグラデーション作っていきます。で、ここから薄紫にして。で、水色にして。このちょっと下に青を混ぜます。で、最後に黒い部分を塗っていきます。この顔のところも、ここの後ろの顔もちょっと、ここもちょっと、首も前をちょっと影つけてかなり濃いめに。で、太もものところは、この真ん中に。ここ、前のこの腰、股の部分がある部分が影がより作ってる。ここくれるようになってます。あとはこの厚みの部分ももうちょっと黒で塗っていきます。で、こっち側もう完全に影になるので真っ黒ですね。あとブーツの足先も水色で、ここはちょっと影ですね。ここをかけ落ちて、で、剣はさっきの煙のとこと同じでグラデーションですね。一番先端をちょっと薄紅色で作って、で、その後ちょっと紫、ほんと薄くですけど、で、反対側も同じく先端を薄紅色でいきます。
で、その後この辺りで目を澄ませて、ちょっと馴染ませていく。で、その後は青で引き継ぎ。ちょっと色混ぜる。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。